はい、というわけでですね、はい、今日翔平 TV のチャンネルお邪魔してるんですけど、はい、翔平さんがなんと31歳の誕生日ということで、自分もこの前プレゼントをもらったので、はい、翔平さんにちょっと今日昼間ですねモンタナスポーツで野球道具を買ってきました。お、はい、でこれちょっと動画の後渡し行くんですけど、今これドンキホーテの駐車場です。はい、ヒロポンはこの前なんかネットで注文したやつ、そうですね、カメラのバッグです。カメラのバッグを渡した、もうそうですね、アマゾンで直接翔平さん家に、翔平さん家に、はい、ちょっと今日はもうちょっと買い足そうということで、はい、撮ってる明日渡すんですよ翔平さんに夜、ね、なのでちょっと、まあ、夏系のあったら嬉しいものを買って明日の夜私行こうかなという感じになってます、はい、多分これ前半に良平さんとかもなんか渡してるそうなんで、そうですね、はい、ちょっと我々はドンキに行っていろいろ探し行ってきます。はい、はい、というわけで行きましょう。下に使うものですね、はい、翔平さんがいつも黒く咲いてるんで、はい、なんで、まあ、新しい黒くす、新しい黒くす、自分はこれですね、まあ、翔平さんといえば赤だけど、もう31歳だからもう大人っぽく、大人なんでいや結構かっこいいと思う、普通にいいと思います。黒だったらで、黒と白だったらどっち、黒っすよね、黒、じゃあ黒にしますか、黒にしますか、一つ、はい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 、次はこちらですね、はい、翔平さんのパンツを買いましょう。はい、いいのありますか、なんかカラー、あのデザイン、紫にしますか、紫、紫、あるね、一番奥、ウーバーワールドっぽくね、左のやつ、こっちにしますか、ウーバーじゃあこれにしますか、このパンツの LL を買ってきます、はい、と、はい、いうわけで、明日私行くんで、また明日会いましょう。はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、お疲れ様です、お疲れ様です、急に呼び出してすみません。なんか翔平さんがあの31歳の誕生日っていうことをかなり聞かされてるんですけど、そうです、え、でもあれしょ、渡したんでしょ、そう、一応渡してあるんですよ、俺はそれをなんか翔平さんがめちゃくちゃいい、めちゃくちゃいいって言ってた、見せます、はい、お願いします、はい、これ多分視聴者のこと知らないんで、これです、はい、これ何ですか、これバッグですよね、バッグです、バッグなんですけど、これカメラのバッグです。お、カメラのバッグ、はい、機材用、カメラ専用バッグね、専用バッグ、専用バッグ、あーってことは結構そのしっかりガッチリしてるやつ、頑丈で、これヒロポンが選んだんですか、これは翔平さんと一応選んだって、ね、あー、なるほどなるほど、で翔平さんにこうプレゼントしたっていう、そうです、まずその前は言うことがあるんじゃないですか、まずお誕生日おめでとうございます、おめでとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。あ、何回ぐらい使ったんですか、2回ぐらい、2回ぐらいですか、使いましたけど、いやでもこれ収納がめちゃめちゃあるんですよ、おお、こことここがまあ肝というか、ちょっとサクッとやります、紹介軽く、いいですよ、いいですよ、じゃあまずこっちね、これ今日も使ったってことですよね、今日も使いました、こっちに収納が飛び出ないように止まって、ブワーンと、おー、いいっすね、すごい、部屋多いっすね、そうで、いや部屋も自分で作れるんで、好きな部屋にできて、落ちないように一応こうやって見てて、モニターとか、はい、まあ、充電パックで、これがワイヤレスマイクとか、はい、実際見てすごいな、あるんですよ、でこれを入れ て、これすごいっすね、すごい、入れてて、ここがこうと、はいはい、まだこう移行したばっかなんで、はい、まだあんま固まってないんであれですけど、まあ、そうですよね、これからあの優先順位が来ますよね、これはたくさん使うとか、うん、これマイクのなんか先端っていうか、はいはい、刺すとこのやつ、これだけに入れるのおかしいけどまあ一応使いよく分かってない、はい、そう、はい、場所決まってないから、そうで、まあこれ最後にして、ちょうどこれのここになんか、はいはい、ファスナーがあった、何かなと思ったらこれパソコン入れる用だらしい、これいいっすね、しかも結構でかいから多分15インチ入るんで、入りました、ね、16でかい、はい、入ると思うんですよ、カメラもパソコンも入るっていう、ね、うん、完璧っすよ、部屋多いっすね、そうで最後これがボンと、おお、ちょっとこれ俺アレンジしたんですけど、はい、まあ、ここにカメラがあるんですけど、ここにもカメラ入るんですよ、今多分使ってるカメラをここに置く入れるんですけど、2個入るんですけど、でここにマイクで、これ今上についてるけ ど、ね、これついてるけどさ、はい、これ入れる感じで、マイクをもう安全にして、まあいいっすね、うん、っていう感じで、すごい今までね、あのね、100均のね、透明のクリアケースみたいな、あ、言ってましたね、クリアケースやってましたね、それをカバンに入れてそうするとバッコン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 するから、はいはい、あれめちゃくちゃ壊れやすかったっす、壊れるなと思ってビビってて、うん、これをね、タンプレの持って買ってくれて、はい、ありがとうございます、いや、もちろんさ、いつもありがとうございます、ヒロポンからなんかどうですか、こう翔平さんにせっかくなんで感謝の気持ちをこう伝えれるチャンスだと思うんですけど、いつも編集とかカメラワークとかいつも教えて、あとですか、あとはまあ社会人として、おー、意気込み、意気込み、社会人としての心得が、これはどんなことをされましたか、言葉遣いとか、うん、社会人としての電話の仕方とかいろいろ教えてもらいました、 LINE の仕方、 LINE の仕方もそうですね、 LINE の言葉選びとかも教えてもらって本当に助かってます、なるほど、翔平さん、事件があったじゃないですか、あの事件、動画消す事件、はい、はいはい、あれからどうですか、あれからなんかもがいてると思いますよ、もがいてますか、頑張ろうと思ってると思うんですけど、はい、やっぱり抜けるとこがすごいある、これに集中するとこっちが抜けるみたいな、はいはい、こっちしっかりやれば分かりましたってこっちしっかりすると、うん、こっちが抜けるみたいな、あ、なるほど、でその後なんか自分で話してて一番大事なことがあるってなったじゃないですか、うん、これをやっときゃ誰も怒んないみたいな、うん、それ覚えてますか、
ほうれん草。おー、素晴らしい。すごい。サクッと出てきましたね。はい、やらかしても、まあ、報告ね、うん、すればね。相談とかすれば。早ければいいんで、それって。そうそうそう。もうそれでもできてれば、そんな大きなミスは、ね、はい、ないと思いますよ。というわけでですね、はい、これヒロポンから一人でってことでしょ。そうです、一人で。良平さんとヒロポンじゃなくて。そうですね、一人です。ヒロポンからでしょ。今日良平からもらったのよ。もらったんすか。もらったもらった。それとも動画撮ってんの。もう撮ってん、あ、撮ってんの。別で撮ってるんで。じゃあせっかくなんで、せっかくっておかしいですけど、需要も準備しました。はい、マジですか。はい。え、どこにあるんですか。持ってきます。これ、はい、それじゃないです、はい。なんだろう、そんな取りに行くような、なんかでかいんかな。マッサージチェアとか、でっかいの来るんじゃない。やばいし。車に入るか。いいね、でもこうやってやってくれるの嬉しいね、年一で。まあ年一ですからね。年一嬉しいよね。せっかくだから。一番嬉しいけどね、ドンってさて。来るんじゃね。あ、お疲れっす。どうですか、それすず。まあ、そんなすごい高いものではないですけど、はい、自分からのプレゼントです。マジですか、はい、いいんですか。ありがとうございます。ありがとうございます。開けてください。開けていいですか。まだ知らないでしょ。まだ知らない。知らないよね。いいですか。いいですよ。何これ。3、4って、4って、4って。2、1、じゃん。うぅ。おぉ、開けてください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 、開けていいですか、うん、ね、あ、翔平で書いてある、刺繍入り。どうですかこれ。いや、最高っす、ありがとうございます。サイズはどうですか。 L、 L、 入ると思います。いや、入るでしょ。はめてみますか。はめてみますか、せっかくなら。大丈夫、これちょっとでっかいないですよ。あ、そうだ、でもちょっと余裕ある。余裕ありますか。あ、余裕、ちょっと余裕、少し余裕ある。絶対 M じゃちっちゃいですよ。自分は M なんで。いや、M は無理。すごい、 M は無理。じゃあこれ L ですね。これ L？わ、いいな。はい、これ実はちょっと前にうちのサブチャンネル撮ったじゃないですか。うん、で赤がなんとかって話じゃないですか。うん、それしっかり赤で揃えました。マジですか。ありがとうございます。スパイクとも合うし。そう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 、そう、めっちゃいいやん。どう、これなくさないですよね、名前書いてあれば。落とさないんで。いや、はい、なくす人じゃないから。いや、わかんない。こっちだからなくすやつ。あ、そうなんですか。うわ、いいね、これ。これは自分からです。マジっすか、はい、ありがとうございます。で、ここでまだ終わんないんですよ、実は。終わんないです。なんで、なんで。日用品をプレゼントします。日用品。はい、これはヒロポンが選んだやつですね。マジで、はい。スーパー戦隊のあれの服って感じじゃない、はい、シルバーですか。シルバーとカモフラ、カモフラ、そう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 、はい、のもできるんですよ、モンタナスポーツは。らしいですね。あ、モンタナスポーツでやりました。ですよね、はい、ここからもうネタ枠なんで、全然期待はしない方がいいと思います。ないないない、ネタ日用品です。じゃあ1個目いきましょうか。1個目いきますか。はい、一番安いのから。あ、いいですね。はい、なるほど、はい、冷却シート。はい、これはどういう時に使いますか、ヒロポン。これはまあ、編集とか疲れた時におでこに貼ってもらって。そうっす、暑さ対策。はい、これインスタ上げなきゃいけないじゃん、これ。そう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 、向こうさんみたいにやんなきゃいけないじゃん。これ一つ目です。ありがとうございます。はい、どうぞ。ありがとうございます。これいくつあってもいいですよね。そう、いけるといいですね。いや、ほんと嬉しいですね。そう、二ついっちゃいましょう。二ついきますか。はい、二つ目、こちらです。アームスリーブ、何これ。パンツです。はい、でサイズ LL です。大丈夫ですか。 LL サイズ、 LL サイズ。あー、 LL ね、ギリ入る、ギリ入る。これカラーはどうですか。カラーはウーバーワールドっぽかったんで、これにしよう。ウーバーワールドが真っ赤なんですね。ラストいきましょう。ラストいきましょう。はい、はい、やこっちです。これです。何これ。お、これクロックス。クロックス。クロックス。これちゃんとあれです、ガチモンのやつです。ガチモン。マジで。はい、ガチモン。ガチモンっていうか、ちゃんと公式なやつ。あれ、どうやって買ったの。いや、ドンキーです。ドンキー言ってんの。サイズ28ですね。マジか、最高。一回履いてみましょう。いやいや、同じやつ。お足元もすごい、こうあれっすね。嬉しいですね。サイズはどうっすか。これぴったり、ぴったりっすか。ぴったり、ぴったり。大丈夫っすか。これ黒にした理由も説明してください。30歳超えたから、まあ大人っぽく。そうそうそう、はい、あ、なるほど。だからピンクとか黄色じゃなくて、はい、大人っぽく生きようって感じ。はい、こういう感じですね。はい、ありがとうございます。これで全てになります。全て、ありがとうございます。ありがとうございます。感謝です。はい、翔平さんどうですか、この誕生日プレゼント。いや、嬉しい嬉しい。嬉しいですか。いや、嬉しいですけど、まあ、本当彼の成長をもう今年2022年はそれにかけてるんで、はい、正直チャンネル登録も1万2000いきましたけど、はい、あんまりもう意識しなくて今、うん、それより動画編集のそのイロハとか、うん、常識的なところとか、そういうところを今教える方に多分今中心がかかったとしたら、そっちにも結構寄ってるんで、うん、あとまあ自分の編集の手伝いもしてるんで、そっちを迷惑かけないように頑張りながら彼のことを気にかけていい大人になってもらわないと。僕の紹介で会社入ったんで、確かに確かに、それも目かけられないし、はい、そう、たくさんも常識のね、基礎みたいなところを話してるんで、はい、来年ももっといい大人になってもらって、翔平 TV のことも支えてもらって、はい、最近マジ支えてもらってるんですよ。あ、そうなんですか。最近ほとんどカットやってる。カットやってます。で、両平がテロップやってるんで、はいはいはい、俺ほぼ何もやってないっていう。もう編集の仕事あるから。そう、ちょっと
もっと勘が良くなってほしい、うん、まあその視野の広さというか、そうそうそう、はい、気づきだね、全体を見たりとか、マジで俺が目の前にいてコンビニにこうやって立ってても気づかないでスルーするんですよマジでもう見てないんですよ周りを、そこから変えてほしいなと思います、はい、まあこれ以上ね彼のこと話すとすごい投げちゃうんで、はいはい、そうそう、まあ、これ続きある、続きあるんで、続きある、はい、次良平さんに繋ぐことになってるんで、これ、あ、そう、はい、というわけでじゃあ、はい、あとは良平さんとヒロポンに任せます、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、はい、どうも良平です、江戸さんです、はい、お願いします、お願いします、はい、ということで、はい、本日一応撮影日としては8月の20日、まあ、この間に何があったかと言いますと、まあ、翔平さんの誕生日がありました、はい、はい、31歳ですね、そうですね、31歳、その間君は何がありましたか、コロナウイルスに感染しましたはい、復帰おめでとうございますということで、まあ本当だったらその翌日に撮影あったんですけど、うん、お二人からお祝いすることができなかったので、でなおかつもう僕はね去年みたいなねドッキリを食らうのが本当に嫌なので、逆ドッキリを食らうのはもうねメンタル持たないということで、なるほどですね、僕の方は今もうね手元に、持ってるんですけども、それをちょっと翔平さんに、はい、まあ、何渡すかっていうのも伝えてもらって、ちょっと渡していこうかなと日頃の感謝を込めて、はい、でまあその後にね、翔平さんに、まあ、31歳の抱負じゃないですけど、そうですね、まあ、去年も言ってもらったんで、まあ、今年1年、31歳の年はどういう年にしたいのかっていうのを、ちょっと聞いていこうかなと思います、はい、何を買ったかっていうのは言ったんですけど、どういうものを買ったかっていうのは詳しくは言ってないんですよね、僕はちょっとこれをやばいでしょ、マッサージ系を買うっていうのは言ったんですけども、オムロンの首と腰、太ももに使えるオムロン、ま、ネックマッサージャーってやつ、疲れた筋肉を包み込みしっかり揉みほぐすと、いいっすねこれ、そうですね、ヤマダ電機池袋店で購入しました初めてテロップ出すかもしれないですねどこどこで購入ってスポーショップ以外のね、3年間持ったりとかするみたいですし、でなおかつヒーターも使用できるのかな、温かいもみ玉があって、そう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 、はい、っていうのがあって、まあ翔平さんの仕事でもたまにデスクワークしたりとかっていうのも言ってるし、なおかつまあもちろんね編集って僕もヒロトもそうだと思うんですけど、座りながら基本、やったりしていて、どうしてもやっぱ首凝るんですよね、腰も結構きますよね、うん、っていうのでまあどっちにも使えるようなものをちょっと今度はねもう30歳あの人超えてるんでね、ちょっと、まあ、体のケア系のものを購入させていただきました、はい、マッサージ系を買うっていうのは伝えてあったので、ちょっとリアクションは薄くなるかもしれないですけれども、後ほどお渡ししようと思います。まあね実用的なものっていう、まあう、ね、だってね、どんだけ野球道具持ってんのって話ですから、そうですね、野球道具以外で、そうそうそう、まあ、実用的なものを買いましたね、うん、ということでこれをお渡ししていこうと思いますはい、はい、それではやっていきます。ベルト？あーっ！どうしたの？急に呼んで。ちょっとここでサプライズプレゼントをしようと思っています。何？ひろへさんのやつをちょっとここで。お前俺のやつでサプライズって言うの？ひろへさんからサプライズって言えばいいですかね。ん？ひろへさんからのサプライズって言うんですかね。まあまあまあ、あのね来たらすぐ渡すつもりだったんだけどね、来たらすぐノック始まっちゃったからね。なんかきついなと思って。えぐいんですけど、お前休憩したいがために、そうっす、まあそれは置いといて、本当はプレゼント渡したい、ゆうへいさんもそうです、まあまあまあ、はい、しょうへいさん、ちょっといいですか、いいですか、ちょっとしょうへいさん、ここで休憩していいですか、休憩いいよ、え、ちょっとしょうへいさん、ちょっと、こっち来て、はい、来てはい、来てくださいよ何？カメラ回して何？ね、本当は翔平さんが で、あの本当はあの翔平さん来た時にすぐ渡そうと思ったんですけど、まああのしかもね、ノック始まっちゃってこいつ休みてとか言い始めたんで、ちょっと今お誕生日プレゼントの前から見せぞ、あのこれ以上太らせないから大丈夫申し訳ないけど、タンプレこれ、そうそうそう、まあ言ってたじゃないですか、マッサージ機渡すって、うん、で、ちょっとあのあれじゃ椅子のやつじゃないよ、なかったん、椅子のやつじゃなかった、大きい椅子のマッサージチェアみたいな、よく温泉にあるような100万100万違ったあれはやばいやばい、あのだから前も言ったけど、電話でも言ったけど、俺富豪じゃないからなんか無重力のやつあんじゃん、いやいやいやあの100円入れたら5分間できるやつじゃないんだから
300円が400円だけどね。まあね。まあちょっといいの、これちょっとね裏に書いてあるんだけど、うん、首に肉とももにとか、うん、ついた脂肪を包み込み、それはシックスパッド買ってくれ自分で。てかあの物に頼らず痩せてくれ。いいんすか、なんかあったっすかこの商品は、した理由は。いやほら編集してるから、まあ、前から腰痛いって言ってたじゃないですか。でこの前大川さん行った時に首のマッサージするといいみたいな、うんうん、いうのもあったんで、まあ、首も使えるようにみたいな、マジっすか、感じで、ちょっとオムロンさんの初めて電化用品店のね、電化製品のね、あの電化用品って何、初めてあの電化製品のテロップを入れる時が来るとは思わなかったけど、ちょっとお渡ししようと思います。いいんですか、はい、誕生日おめでとうございます。ありがとうございます、すいません、ありがとうございます。だ今までちょっと野球道具もらうことが多かったと思うんですけど、いい、去年はちょっとひどいことしてしまったんで、本当にね、じゃ あのだからもうオープニングが撮ってあるんですよ。そう、あのね、去年の愚痴を言って去年もうあんなことがあって、僕はあんな目になるのは嫌なんでっていうことがあったんで、まあちょっと今年はサプライズじゃないですけど、まあ物自体はサプライズになるのかな、マッサージ機を渡すっていうのを言ってたんですけど、ありがとうございます。これでまあ首に腰に少しずつ良くなってもらえればなと。おっさんだからと思ってでしょ。いい年だからと思って。まあまあまあ抱負、まあ去年も30歳で言ってもらったと思うんですけど、今年もちょっと30歳の抱負を。抱負か、そうですね、まあちょうど登録者が1万2000人いったんで、あ、俺が目標してた1万2000が今年達成したんで、どうしようかなって思ったんですけど、まあ、登録者に限らずやっぱり編集力とか、このこっちのね、こいつのね、成長とかをちょっと重点的に置いていきたいなって、はいはいはい、今年は、今年いっぱいは。なるほどなるほど。そんな感じですかね。まあ自分のためというよりかは人のためにこう尽くす年なんで、今年は、はいはい、で年であったよね、年の初めから人のために何かしてたじゃないですか、はいはい、まあもうそれちょっと今年続けようと思って、まあ去年やってた、もちろん、30歳の時からやってたことも継続しつつ、まあもちろんってことですね。まあダイエットしようかな、痩せようかな、そろそろな、それ一番の目標にしてもらってもいいかもしれないよ。そうですね。でもまあ正直取ったけど、あまり後悔しなくて、まあ、なんだろう、存在感は出たかなって、昔に比べて。まあ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 。存在感は出たし、結局、バッティングも打球飛ぶようになったし、うんまあ、いいことづくめ、ただこう、周りの人から、取ったねとかすごい言われて、悲しい気持ちになったけど、それぐらい。まあ、じゃあ、キレを出すでいいんじゃない？野球はまあバッティング調子いいんで、まあ、バッティング、ちょっとあのチームで打率をね、4割超えにしたいなと思って。はいはいはい。まあ、こんなとこっすかね。あとはまあ、あの YouTube 以外でもやっぱ仕事も部署が変わってちょっとこう大変なので、うん、まあ仕事もしつつ YouTube もしつつ、でも編集も今結構やってるじゃん、はいはいはい、別の人の編集も結構やってるんで、時間がない中でいかに あの自由な時間を作るかっていうところで、時間配分だったり効率性だったり上げていくのかなっていう感じです。はい、なるほどです。まあそういったところでね、まあ急にちょっとヒロトがノック始まったんで、まあまだ休憩だけどね。まあでもこれちなみにあのほぼ多分30秒ぐらいしかついてない。マジですか？多分このためだろうから。まあそう。うん。まあ君もね、いろいろやらかしてるから成長を楽しんで、そうですね。はい。昔俺らがやってたことをやってるから。見てましたちゃんと。なんでよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございました。はい。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それでは、あいしょー！翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売。購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破。皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。